資源エネルギー庁が発表した17日時点のレギュラーガソリンは、全国平均価格が1リットルあたり138円20銭で、前の週よりも1円80銭値下がりしました。原油価格の下落が続いていて、ガソリンは6週連続で値下がりしました。調査した石油情報センターは、来週も小幅な値下がりが続くと見ています。